この動画は前回の続きです。まだ見ていない方はぜひ概要欄からご覧ください。今回は15番目の神原塾から24番目の金谷塾までを見ていきます。まずは15番目の宿場神原塾です。神原塾は静岡県で唯一歴史国道に認定された宿場町です。この町には今でも歴史を感じさせる町並みが残っています。ところで浮世絵には雪の風景が描かれていますが、この地域はあまり雪が降らないそうです。このことは一つの謎とされているそうです。次は16番目の宿場由宿です。小さな宿場町でしたが、現在由宿の本陣跡は由比本陣公園として整備されています。浮世絵に描かれているのは難所であった札田峠です。駿河湾の美しい風景や雪をかぶった富士山が描かれています。次は17番目の宿場興津塾です。先ほどの札田峠を越えてきた旅人が一息つくような場所となっていました。明治時代には伊藤博文や井上薫などの別荘が建ち、避寒地となったそうです。浮世絵には興津川を渡る様子が描かれています。次は18番目の宿場江尻塾です。当時の建物はほとんどが戦火で焼失し、あまり残っていませんが、町並みは宿場町らしいものが残っています。近くにある清水港は当時は江戸への物資を運ぶ拠点として栄え、今はそれに加えて海外の船なども行き来する重要な港となっています。浮世絵は三保遠望ということで、日本三大松原に選ばれている三保の松原が描かれています。さらに奥に描かれているのはおそらく伊豆半島だと思います。昔からここは景色がいい場所として知られていたのですね。次は19番目の宿場府中塾です。今の静岡駅の駅前あたりに当時の宿場がありました。またここには徳川家康が息子の秀忠に将軍の位を譲った後、余生を過ごした駿府城があります。宿場町としてももちろん大きい規模の町でしたが、城下町として大きく栄えたところです。そして今でも静岡県の中心の町として活気あふれるところです。天馬町や両替町などの今に残る地名が当時とても栄えていたであろうことを私たちに伝えているようです。次は20番目の宿場マリコ塾です。マリコ塾は東海道の中で最も小さい宿場だったそうです。浮世絵に描かれているのは名物茶屋。茶屋というのは旅人の休憩所で、お茶だけでなく食事やお酒なども売っていたところです。この宿場の名物にとろろ汁があります。今でも1596年からこの場所で営業している長寿屋というお店が残っています。ただこのお店が浮世絵に描かれているお店なのかどうかは定かではなく、今となっては知る術がありません。次は21番目の宿場岡部塾です。ここでは難所と言われた宇都宮峠を越えてきた旅人の休憩の場所となっていました。また今でも旅籠の建物が登録有形文化財として残っています。浮世絵にはその宇都宮峠の様子が描かれています。次は22番目の宿場藤枝塾です。藤枝塾は田中城の城下町としても栄えていましたが、塩の産地であった相良へ向かう田沼街道などの交通の要塞としての役割もありました。そのことからも商業がとても栄えており、浮世絵の陣馬継ぎ立ても当時の忙しさを描いたものなのではないでしょうか。
次は23番目の宿場、島田宿です。島田宿はこの先の大井川が雨で増水すると川を渡れないため、長雨の時には多くの人が滞在したそうです。大井川はとても川幅が広く難所となっていたため、その川を渡る様子が浮世絵にも描かれています。駿河の国の生誕なので大井川春巌というタイトルになっています。次は24番目の宿場、金谷宿です。金谷宿でも先ほどの島田宿と同様に、雨で大井川を渡れなくなると多くの人でにぎわっていたそうです。大井川を渡ってから遠江の国に入ります。そのため金谷宿の方からの浮世絵は大井川沿岸というタイトルになっています。大井川を渡る様子は2枚もの浮世絵に描かれています。それだけ多くの人を悩ませた難所であり、また東海道を代表するような場所だったのだと思います。